の4つ目のエピソードです。この番組では私が人生60年の間に見た映画、思い出の映画について一つずつ紹介していきます。4つ目の映画ですけれども、これは上野樹里さんですね。上野樹里さんも今や押しも押されぬ大女優になってきましたけれども、この人がですね、最初に上野樹里さんを知ったのは、私はスイングガールズですね、2004年公開のスイングガールズ、高校生の、ジャズバンドの話で、ちょうどこの時に私勤めてた大学でジャズコースっていうのを作ったんですね。でそのジャズコースの広告をどこに打とうかという時に、ちょうどスイングガールズが、劇場公開された時って、でパルコでの映画館で上映されるということで、そこに広告を入れようと、映画にスイングガールズ、ジャズ好きが来るだろうと、高校生とか来るだろうということで、スイングガールズに広告入れたんですね。それで見に行ったという、上野樹里のことは全く知らなくて、でもうそういう横島な動機でスイングガールズね、自分のいた大学が打った、ちょっと広報担当してたもんですから、広告を打った映画を見に行ったと。だから映画を見に行ったというより広告を見に行ったんですが、あの映画が良かったんです。とても良かった。でこの時多分上野樹里さん初主演なのかな、多分ね。でその前、あ、その同じ年にチルソクの夏っていうね、これは多分助演で出てたと思うんですけど、これも見たんですけど、これもまあ良かったんですが、やっぱりスイングガールズが弾けてましたね。で、で翌年の映画です。これはサマータイムマシンブルース、知ってる人は知ってると思うんですが、知らない人は知らない、でも非常に面白い映画ですね。サマータイムマシンブルース、まああのタイトル通りタイムマシンの話なんですが、これがまたチャッチータイムマシンでね、チャッチータイムマシンなんですが、これ面白い、実に面白い。でまあ前半はねダラダラ進むんですね。よくわからない高校生なのかな、これ、大学生なのかな、大学のサークルですね、 SF 研究会、サイエンスフィクションですね、 SF 研の学生たちが、出てくるわけですね。でこれエイタ君が主演だったんですね。で、室剛も出てます、若き日の。しかもね、牧陽子も、若き日の牧陽子も出ているということなんですけど、で上野樹里も出てるということで、でこれがね、もう最初はもうダラダラとわけのわからない、もう大学のだるい、気だるいサークルの話で、つまんねえ映画だなと思って見てたんですが、後半がこれが面白かった、後半から謎解きが始まるんですね。でそこにタイムマシンが絡んでくると、要するに結構不思議なことがちょこちょこ起きるわけですね。でそれが実は翌日現れたタイムマシンのせいだったという、まあ、そんな話で謎解きがされていくわけです。で監督が本廣克行さんですね。これは有名な方ですよね。踊る大捜査線とかねもうやってる方です。で脚本上田誠さんという方なんですが、これもともと舞台なんです。京都の劇団、京都ですね、ヨーロッパ企画という劇団があるそうで、それの芝居なんですね。だからまあ見てると映画というよりやっぱり芝居の設定なんだろうなと思うんですけども、サマータイムマシンブルース2003っていうのがあったわけですが、これを本廣さん監督が、惚れちゃったと。で映画化したという。でタイムマシン、チャッチータイムマシンをめぐって、大学生がいろんな事件に巻き込まれる、まあ事件ってほどの事件でもないんですけどね、
で結構だけどね面白かったですね。まあドタバタな部分もあるんですが、なかなか後半の謎解きは面白かったですね。頭の体操にはとてもいいんじゃないですかね。で、まあ、エータさんもいいんですけども、やっぱ上野樹里さんがやっぱりなんだろう、私はそのスイングガールズを見てとても、あ、この子いいなと、むしろそのね横島な動機で見に行ったわけですけども、それよりも上野樹里に目つけちゃったというのが、まあ、スイングガールズ体験。もうほんとたまたま、それこそね自分が勤めてる大学でジャズコースとか立ち上げてなければ見に行かなかった映画ですよね。ジャズブーム来るぞみたいな感じでね、広告打ったわけですが、でむしろ見つけたのは、スイングガールズの上野樹里さんだったと。でそれから実は上野樹里という女優さんに目つけて、見てて、でこのサマータイムマシンブルースっていうのは結構後になってから見たんですよね。これなんで見たのかな、ケーブルテレビかスカパーかなんかでやってたのかな、覚えてないんですけども、なんかで見たんですね。でそれで面白かった、実に面白かった。あこんなのも出てたんだと思ってね。でしかも牧陽子さんも出てたという、お面白いじゃんとか思って見たやつで、もしね知らない方いたら、なかなか面白い映画だと思います。そうですね、あとは牧陽子さんだからこの頃はまだほとんど注目されてないんじゃないですかね。ちょうど同じ年にパッチギ、パッチギ知ってますか？これは私見たんですけど、パッチギは井筒和幸監督が、でこれはまあ監督がね結構、まあ、世代も近いのと好きなの でそれでパッチギも見たんですけど、これはまたいわゆる、在日問題、朝鮮学高校のね、ことを描いてるやつで、結構ね見せる映画なんですが、まあ、これにも牧陽子さんは、まあ、出てるわけですけどね、なんか牧陽子話になっちゃいました。それから上野樹里さんで言うと、もう映画の話より上野樹里の話してますけど、亀は意外と早く泳ぐっていうね、これもこのサマータイムマシンブルースと同じ時期に上映された映画で、これも見たんですけど、なんでしょうね、やっぱりまだキャラクターができてないっていうかね、上野樹里のねキャラクターができてない。でやっぱり上野樹里さんが、まあ、一番弾けたのはやっぱのだめカンタビレですね。なぜか音楽絡みになってますけどね、のだめカンタビレで、これは漫画にハマったんです私、のだめカンタビレは。でこれも知らなかったんですけど、コミックス、映画になる前ですね、コミックスを買って、全部買って読みましたし、のだめのなんだ、マングースだっけ、違うな、あれも持ってます、ピアニが持った、ね、人形も持ってましたけども、これはなんで知ったかというと、それこそ大学でいわゆる入試広報の仕事してたんですけど、で相談会っていうのがあるんですね。でそこに高校生が来るわけです。で私音大だったんですが、音大志望の高校生がのだめの話をするわけです。のだめ読んでますって、のだめって何ってこっちが聞いて、あそんなのが今高校生で流行ってんだと思って、でのだめカンタービレを早速買って読んだら、これがハマっちゃったという感じでしたね。まだのだめのコミックス1巻2巻3巻ぐらいしか出てなかったんじゃないかな。そんな時期に高校生から教えてもらったのだめカンタービレ、まさか上野樹里さんがね、主演するとは思わなかったけども、これはドンピシャだと思いましたね。でそれはやっぱり、スイングガールズのイメージがあったからなんですけどね、まあ、そんなことで結構音楽つながりで、上野樹里さんとは、縁があったっていうか、別に向こうは縁があったと思ってないでしょうけど、私にとっては縁があったと
まあ、ついでにあのナオコという、これもコミックスでね読んでた、あの陸上の話なんですけど、ナオコという、これもちょうどのだめの前年ですね、映画でありまして、これも見てましたけど、映画でね見たんですけど、やっぱりのだめがハマり役でしたね、上野樹里さんはね、そんな気がしますね。まああとは結局なんだ、本体の映画の話あんまりしてませんが、このサマータイムマシンブルース、なかなかおすすめですよ。まあある意味ちょっと B 級映画っぽいんだけども、面白いです。であんまり見てる人多くないんじゃないかな、わかんないけどね。なのでちょっと上野樹里つながりで、この映画まだ見てない方はぜひ見られるといいんじゃないかな。今ちょうどなんか見れるみたいですよ、上映してるみたいですよ。まあそんな感じで、2005年公開の、エイタさん主演で、上野樹里さん、牧陽子さんなどが出ている、室津恵さんも出てる、サマータイムマシンブルースの紹介でした。ではまた。Movies are really good.